日にやってきました。ゲストです。ゲストですみつくにさんです。バコーン、ビエンビエン。何時これも11時ぐらい今。そうですね、11時ぐらいで。3時から起きてるんですから。ではドライブインシアターの企画制作を行っている会社の方にも今日お越しいただいたのでお呼びしたいと思います。はいよ、はっしー。こんにちは、お願いします。橋場さんです。橋場さんです。よろしくお願いします。橋場じゃないよ、橋場だよ。秀吉でもないぞ。三つくにさんはそのいらしたことあります？ドライブインシアターとして。全くない。全くない。全くないです。今いるのはここはもうオイソロングビーチの駐車場の本当に端っこですね。一番奥に来ているんですけど、ここから実際にスクリーンが立つ場所までちょっと歩きながら行ってみたいと思います。結構距離あるよね。ここは毎年湘南国際マラソンの選手たちが集まる場所なんですよね。すごい人数収容できるところなんですけど、西湘バイパスが走ってて、向こうがだから入り口ですよね、いつもね。そうですね。わーっと通常夏だとロングビーチが向こうにあるんで、ここら辺に車を止めてあそこ受付でプール入ってくるって感じなんですけど、もう何もない。ほんと広い。本当に当日は200台を一応マックスで入れて、200台ここに車が並ぶんですね。はい、200台か。200台並んで見れるスクリーンってすごくないですか？すごいね。スクリーンのサイズが700インチなんですよ。700インチなかなか想像つかないと思うんですけど、うちのテレビ30インチぐらい。700インチ。はい。実際スクリーンはどういうふうに設置するんですか？実際スクリーンはですね、はい、今歩いてきた向きでお客さんが見るので、はい、ここにこうドーンと。でかいね。すごくないですか？これ高さどんだけあるんだろうと思うけど、めちゃめちゃ大きいですよね。そうですね、20メートル以上確かありますね。高さ20メートル。これは迫力あるわ、すごい。これはバッコンスクリーンですね。これはいいわ。はい、大きいスクリーンの素材というか、どんな一枚のその布みたいなのが立つわけ。素材、布は立たないよ。布は立たない。かなと思って、よく、外であのスクリーン立てるってなったら、だいたい2つあって、1つがトラスって言って鉄骨みたいなのを、はい、ああいうね。あ、そうですね、はいはい、で、膜を垂らすみたいなのが1つあるんですけど、今回は違ってバルーンのスクリーンを使うんです。空気を入れるスクリーンで、バルーンで立ち上げて、その真ん中に白い布がパッてあるって。イメージとしてあれですか、子供がぴょんぴょん飛んだりするような。あ、まあそうですね、ふわ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 みたいな、あれがドンっていう、はい、あでパンチしても変な話跳ね返されるみたいな、はい、ハート的な、はい、北斗の拳でいうとハート的な感じですよね。おそらくそうですね、あのそうですね、ぽよんって、はい、ね、あーそうか、ハートか。映画の音はどうやって聞くんですか？はい、FM の周波数で飛ばすので、車のステレオラジオとかで聞くことになりますね。おー、はい、イベントやってると外でもなんか聞こえてくるイメージあるじゃないですか。なんか車出るともう無音なんですよね。そうか、映像だけ流れてるみたいな。周りから見ると何やってんのっていう。どうもまさにですよね。こう車の大きさの制限ってあるんですか？制限一応設けてますね。ね、トラックだとやっぱ来られても困るので。そうですよね、はい、日野と椅子座 NG みたいなところ で、 よろしいですか？よろしいです、ね、今回申し訳ございません。そういうことですね、はい、そう、疑問を橋場さんいろいろぶつけていいですか？はい、どうぞ。ちょっとピッピー、あ、ピッピーってなったらどうします？ピッピーピッピーってなったら、うんうん、さっきスタートしたあのロッカーハウス、あの建物のところにトイレがあるので、はい、ちょっとそこに行っていただくと。あ、じゃあちょっとお母さんピッピーしてくるよって言って行くと。そうです。カカはカカ。カカ。カカも同様です、ね。あ、同様。カカも同様です。はい、同様です。食事は？食事は一応それもあの建物の方なんですけど、はい、後ろの方に今のところポップコーンのお店を呼んで販売をする予定です。持ち込みは？持ち込み。持ち込みは OK でございます。OK。車内なのでもうそれぞれ食べたいもの、匂いも気にせず、普通の映画館ではできないので。なるほど。匂いも。匂いも気にしないってことはマックも？オッケーです。オッケー。テレレ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 。わかりました。ポテト食べながら映画が見れる。オッケーオッケー。はい、あー。映画館だとね、結構な匂い話しますから。うん。すごい嬉しい。嬉しいね。騒いでも何して
そうね。そうですね。映画館だとああみたいになると思うんですけど、車内なのでもう。橋場さん。はい。ちょめつきは？ちょめつき。ちょめついたりこうこう。あ、こんな、まあ、こんな。車の中なので、あのまあ自由ということで。あ、ちょめつき自由。細かいことはあのノーコメントで。ノーコメント。はい、あの車内なのです。個人の空間なので。まあ、節度を持ったちょめつきよってことですね。はい、そうですね。はい。はい。自分だけの空間でみんなと同じ映画を見れるというなんか、そうそうそう、不思議な、そうそうそう、これまたあれですよね、90年ぐらいに一時期日本でブームが来て、うん、ちょっと去ってしまったけど、またコロナで見直されてるんですよね、この、そうですね、はい、保湿のディスタンスですね、これね、ディスタンス、タラララララタディのレジスタンス、三つ国兄、その夜が北島美穂さんのピーターラビットで翌日、なかなか見られないよどこの映画館でもっていうウォーターホース、水馬、水馬で、その夜が純子の最強の2人っていうね、4つの作品上映しますので、で今絶賛 F 横のラジショピでチケット販売中です。一つ面倒なのがね、電話でなんか予約しなきゃいけないみたいな感じなんだよね。そこらへん振るって思うんですけど、ウェブじゃないなの。なるほど、ね、電話なんです。電話なのよ、うん、橋場さんは当日何されるんですか。私は当日は来場される方の質問を受けたりとか、あとスムーズに行くように、はい、あの全体を見るみたいな。どこかにいらっしゃるんですね、橋場さん。そうですね、会場のどこかに。今あの頑張って皆さんに楽しんでいただけるように、あのいろいろ頑張っておりますので、13日と14日ぜひお越しください。お越しください。